皆さんこんにちはこんにちは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですアシスタントの吉田奈尚ですうんね世間はようやく自粛時短もあって緊急事態もなくなってね、うんうん、まあ夜は京都も大阪も東京もちゃんと普通に広がってきてなんかご飯食べに行ったらあかんってことになってましたけどそうですねこれご飯食べに行っていいのみたいなうん、うん、なんかちょっと悪いことしてる気持ちになってますよね 分かりますこうね、うん、でなんか一応まだ会社はねあかん言うてますけどあかんって言ってる会社はありますけど、うん、いやもう行っていいんですよ、はい、法律に全然ね。これなんでこんなことになったんかっていうことを考えるとね、うん、やっぱりまああの、まあ、政治家の皆さんが自粛要請してあかんことってなるわけじゃないですか。外に出ることがねうんですけどもう今ようやく社会がこう広がってきてまあいいよとまあ、なってる。 状況じゃないですかでこれでね僕はねやっぱもう二度とね緊急事態宣言やらんやってはいかんと僕は思うんですよ。まあ、よっぽどのことだったらね、まあ、しょうがないんだと思いますけどまず第一にねあの緊急事態宣言の有効性ってもうないことはもうほぼほぼいろんなデータで明らかになってるわけですよだからもう,もう今,です今ですら効果がなかったっていうのは分かってるしでしかも今ワクチンみんな打ってるじゃないですか。 だかから死亡率率とか重症化率っっててものすすごい減ってるんですよ仮に新規感染者がね増える第6波があったとしても医療崩壊が起こるリスクっていうのはかつてと違ってものすごく減ってるわけですよ。はい、そんな状況を考えたらもう経験にねこう緊急事態宣言とかってやるのはねやっぱりこう副作用だけあってろくなことないと、うん、まあこう思うわけですよ。でもこの議論を今のタイミングでやってるところって少ないでしょう。 うーん、聞かないですね,ね。だからもうみんな違う総選挙やとかコロナ終わった終わったえ、うん、ってまあ第六パックいったまだその考えようみたいな。はい、それダメなんですよ。うん、もう今この落ち着いてる時だからこそ考えなあかんの備えなければ。これ防災っていうのはね、やさきにありって。うん 危うううきを思うっていうんですようん、うん、だからこう安全な時に危うい時のことを考えとかへんかったら危うい時が起こった時にうろたえて死んでしまいますよということですから、うん、この屋敷にあるだからこの落ち着いた状況でこそしっかりとコロナのことを考えておくっていうのがね、はい、これはね防災のの基基本なんですよ、うん、危機管理の基本だからそういう意味でね今日はね改めてね、あのー、このコロナの問題話したいと思うんですけど一番やばいのは知事どもです。<お>彼らが焦り 倒して、うん、え、マンボだ、緊急事態だってやったから。でも、政府が引きずら出てくわけじゃないですか。その問題はね、今日ね、徹底的にやりたいと思います。おい、知事ども、聞いとけよ。よろしくお願いします、はい。お願いします。おい、知事ども。緊急事態宣言の要請パフォーマンスは二度とするな。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。この番組は京都大学教授。 雑誌「表現者クライテリオン」の藤井聡史編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡史です。こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。今日はね、はい、収録が10月29日なんですけど、放送が11月8日。はいはい、でね、あのー、まあおそらく状況はまあ変わってないんじゃないかなと期待しながらお話ししますけど、まあ大体あの1月前に緊急事態宣言がね。 まあ解除されたんですようん、うん、でもこれ解除されたんですけどまだこうもうちょっとこう自粛時短はい、はい、時短がちょっと残ってて8時までや9時までやとか言うとったんですけどそ,す、ねうん、それはも,もうね10月の下旬にはこれも京都やったらえっと22日だったですかね東京大阪だと25日、まあ、10月下旬にはこれも全部で時短要請がねもう解除されて、はい、まあ普通に動いてっていいですよと。 であの大型のイベントはちょっとまだなんか半分にしろだとか何だとかっていうのまあるんですけどうん、うん、基本も飲食に関してはね、まあ、去年の GoTo イートとかやってたぐらいの感じで普通にしていいですよとこうなってるんですよね。はい、でじゃああのお店に人が戻ってきてるかっていうとまあ実はまだまだなんですよね。であの、まあ、全然ですと言うてる人も今の時点ではいてねこれねやっぱりね大きな会社はちょっとね あのー、嫌がるんですよその宴会とかそれで新年会忘年会っていうのを7割しないとういうことを言ってるそんな状況なんですけど僕はねこの解除されて本当良かったなと思うこのタイミングでみんなねコロナについて議論しなくなってるんですよまあいいやこれでもみたいなだからねあえてね今だからこそしっかりとコロナのことを僕は話をしときたいだからこの、まあ、総選挙がね、まあ、先週終わったんで。 でまあ、総選挙の話も一とつ終わったところなんでちょっと改めてちょっとねコロナの話で、まあ、今日はもういきなり最初、まあ、初めてですよタイトルで叱ってんの人「おい知事ども!」おい来たろ!」みたいな <laughs>「おい知事ども!」ですよもう目玉のお,おい知事 <laughs> もう緊急事態宣言要請のね、はい、パフォーマンスはマジやるなと本当にそうです、ね、でこれ、まあ、その気持ちをね僕はあの緊急事態宣言が解除された時短要請が解除された日に僕は次のようなね コメントをフェイスブックで流したのちょっと紹介しますね、はい、ようやく東京大阪で時短要請解,時短要請解除もう二度とこんな理不尽な自粛要請を繰り返さないためにもワクチンが普及してきた現状を踏まえて新規陽性者数が5万人を超えても決して新規感染者数の急増などにうろたえず死者数や病床使用率についての客観データを基準に自粛要請を出さない。 判断を下しているイギリスのジョンソン首相と同じような対応が、日本においても絶対必要ですと。うん、だから、もう、イギリスはもうめっちゃ感染者増えてるんだけど、いや、もう、僕、緊急事態宣言ロックダウンしないよと、もう医者がロックダウンしてくれーとか言ってきてるんですけど、いや、しないよと。もう、うろたえない。んでも、うん、そういうようにちゃんとしてもらいたいと。とちゃんとデータを見てね。あの新規陽性者数じゃなくて、病床使用率とか死者数とかっていうデータを。 しっかり見て判断しますとジョンソンは言ってるんですけど、まあ日本政府も知事もそうしてもらいたいと。もちろんその病床使用率が急増しないようにするためにコロナ対応病床数をコロナ感染期の玄価においてもしっかりと維持拡充していく姿勢も絶対に必要ですと。うん、これずっと言ってますよね。ねこれちゃんとやれよと。うん、これまたね、あ終わった終わったあ。じゃあもう締めようか。まあ店締めなこう。でもコロナ患者おらんし、もうそんなことするから。うん 緊急事態宣言になる医療崩壊になるんやんかと。余裕がある時こそしっかりとね。しっかりとやっとかなあかんというね。うでモッ最大ここから重要なポイントです。モッカ最大のリスクは知事連中のパフォーマンシパフォーマンス自粛要請です。うん、けれどもうこれがもう一番もうやばいと吉村や小池などの A カッコ C の理不尽な振る舞い。 徹底的に監視してまいりましょうと、うん、怒りマーク怒りマークと <laughs>、うん、ねえもう今日はねこの監視のためおい知事どもおい知事どもそこおいきたらおい知事ども <laughs>、ね、この、はい、知事どもの監視のためにもう一回言いますよおい知事ども緊急事態宣言要請パフォーマンスは二度とするなというお話をしたいと思いますよろしくお願いします聞けば今の日本がよくわかる三十分ここ十時までお付き合いください さあお送りしています週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ今日のテーマはおい知事ども緊急事態宣言の要請パフォーマンスは二度とするなうんこれね、まあ、当然これ政府にもね岸田さんにも言わなあかんのですけど今までの経緯を見てたら、まあ、ほとんども知事の皆さんの自粛要請から全部始まってるんですよでだからそこが崩れたらね もう知事が言うてきてんのに政府がそんなんあかんよって拒否するとねすごい批判されるじゃないですかです、ね、知事が言うてんのに「お前なんやねん」ってなるから<ー>これはあの知事の皆さんにかかってるんですよ。それねいっつもそう僕ちなみに今度ラジオでも,もう1年半前からずっとその話してて。 お前知事がね何か言って「お前がそれ言ったらもう全国各地がそうなって日本地獄に落ちるぞ」ということをね毎回毎回一番最初特にムカついてたんですけどまあ、言ってたんですけどそれでねムカついてる時にねそこをムカついてんのねこれねほんまに僕の記憶の範囲ですけどね僕の情報収集の範囲ですけど僕以外誰もいないんですよいつも。<ー>別にこれ絵え格して言うてんちゃいますよ。 だだっってて常に叩叩かかかかれれるんだから僕ずっと叩かれてたじゃないですか、はい、それを聞いて「そうやな」って言ってくれる人もなんか中にはいるんですけど「お前そんなこと言ってたらあかんともうせっかく知事が言うてくれてんねんからその吉村さんの言うとりにしたらええやないか」とか「もう小池さんの言うとりに、えー、時短とかやったらいいねん」とかみんな言うてるんですよでもいやだからそこ冷静にならへんかったらめちゃめちゃなるよと。うん、で先ほどども紹介しましまたけどね ジョンソン大統あの首相はねイギリスのうろたえてないんでですよでもう感染者数がもう急増してんのにそれでもいや、あのー、緊急事態宣言はまだいらんと、まあ、ロックダウンはいらんと、あのー、は僕はしっかり毎日データをずっと学者と一緒にウォッチしてるけれどまだうろたえるべき状況ではないと、あのー、病床使用率も低いしでそれから病床使用率も低いし。 死者数も低いんだから俺ろたる必はないとまあ、いうふうなこうある種のね単力っていうかねう腹に肝が据わってるというかねそう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 いうねやっぱりねジョンソンってね貴族の方なんですよねイギリスって階級社会があってだからねちゃんとそういう政治家としてのね、えー、見識というかね資質がしっかりあるんですよ。ところ もうペラッペラな男や女はねもう「えどうしようどうしよう」とかね <laughs> なるし、はい、ほいでいやここでちょっとこうパフォーマンスして「私は国民の味方よ」とこうロックダウンするよっていうと「私かっこいいと思うでしょ?」みたいな「見て見て私見て」みたいなこう絵かっこしいパフォーマンス要請ねロックダウンのこれがもう日本でずっとはびこってると。 これはね僕はもうずっと言い続けてるんだけど今こそこれ思い出さんと、うん、第6波がちょろっとなった時に始まった時にまたこんなこと始まりますからそしたらまたねもうお店閉まるしで,でみんなお店潰れていくし失業する人指定所得になる人で何と言ってもねやっぱりね昨日あのもう自粛解除されたということでね久しぶりにあの政府の要人とご飯食べたんですよバンガね普通に。はい そしたらね、溜まってる話がいっぱいあってね、うん、めっちゃ進みましたよ<ー>あちょっと細かいこと言えないんですけどそこれやらなあかんかったんですねとか思うかも言うしで僕こう言ったら全然でもこうなんですよそれやったらこうやった方がいいですあほんまですねとかこうねなんかいろいろと進むんですよそう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 昼間の会議で終わってるんですけどねちょっと言えないんですよよその人おるから。うーん <laughs> やっっぱりね、ちょとと政府要人と、はい さしかまあその側近も入れた34人でご飯二 2>,、うん、2時間でしょサクッと食べた食べるようなもんで個室でねそれで,でねもういっぱいいろんなねことができるでそれがね全部止まってたんですよ、うん、それはあのたかだか僕の周りでも昨日一日でそれでだけの話ですけど、はい、日本中で全部それがあるわけですよ自粛時断っていうのはそれはねそれを奪い去って社会の動きそのものを止めてるんですよ。うん、でこれはねねもう経済の問題だけじゃなくて、ね、政治 社会全体ののの問題としてて自粛っていうのはね過剰ななものじゃダメなんで,すで,でもねもちろんその自粛要請緊急事態宣言とかを、ね、出してることで感染が止まってるんだったら全然いいんですけどもうそんな証拠何にもないっていうのをここ何回も言ってるじゃないですか、はい、1> もう第1波の時だって緊急事態宣言出した時にはもうピークアウトしてたんです第2波も第3波もそうじゃないですか、はい、第3回目も。で4回目の緊急事態宣言に至ってはですよ、うん もうあの早めに出そう言うて意味がわからない早めに出してんのにそう2週間経っても感染が拡大してるんですよだから全然効果ないんですよ緊急事態宣言。でさらにねこれあの僕これ論文に書いて学会でもアクセプトされて公表されてるしあの裁判所にも提出してるんですけどね緊急事態宣言はあの効果がなかったという訴訟が今あってね。その訴訟に関して あの学者の知見として裁判所に出してるんですよ、はい、で、その論文でもね書きましたけど第二回目の緊急事態宣言っていうのはしたところとしてないところがあるわけですよしたところとしてないところで感染拡大スピード収束スピードに差があるべきじゃないですかそうですね自粛させてるんだから、はい、時短させてるんだから、うん、全く差がないんですよもう何にもないですよおかしな話ですねおかしな話なんですよ、うん、でそれをね僕この手の論文も五六本書いてますけど 何かね分析のやり方を間違えると効果があるような感じになるような分析ってやるんですけどそれね分析の仕方をね統計学的に手続き間違えてて、はい、それがね海外の論文なんかにね発表してるアホな学者とか日本人でいてね緊急事態宣言に効果があるとかっつってね、うん、それを盾にとって藤間違えてるとか言ってくるど素人とかいるんですけどもう誰, <laughs> 誰に喧嘩カ売っとんねんお前ですよ。もうこっちはもうそっちのデータばっかりずっとやっててね。 緊急事態宣言っていうのはなんでかなんで出してんのかっていうのをね今回自粛時短で出してるのはなんでかっていうのをね法学的に調べたんですようん、うん、じゃあ僕あのお店の中で飛沫が飛んで酒飲んで騒いで、うん、これでうつるのを避けるために緊急事態宣言で時短とか営業あの禁止とか言ってるのかと思ったんですよ。私もそううでです違うんです違んよえ 飲み会やったら町が人に出歩くから人流が増えるからなんですって。<え>で <laughs> その飲む時に喋るから飛沫が飛ぶから感染するからっていうのは、うん、まあ補足的な理由らしいですよ。えそ,そ,そこじゃないんですってどういうことえいやだからマスク会食したらええやんかそんなん関係あ,あ出歩いたらダメなん。ですもうちょっと <お>これね<ー>その法律学者がね論文書いてんのを見てねもうひっくり返ったんですよ僕これあの自粛要請っていうのは、うん、飛沫感染じゃなくて、うん、人流を止める観点なんですよ<ー>だから五人以上禁止なんですよあーありますね、うん、いやテーブル分けたらええやんけじゃないんですよだから要さんの人間を街に出さないだから要するに人々を家に縛り付けるために出してるんですよこいつら酒飲ましに行ったら外で歩きよるから っていう理由なんですってなん、えー、やこれとも、うん、したらちょっと検証しようよことで、ね、昨日ねまあまだあの統計的にもやってないんですけどデータを確認してたんですけど緊急事態宣言を出すことでこの人流が減らなダメなんですよ、うん、法律の立て付け上は、うん、で調べたらね全然関係ないんですよいやそうでしょうね全然関係ないですよ、うん、今年1月に緊急事態宣言出したじゃないですかあの後人減ったか言ったらね 逆に増えとるんですよいやもうねやっぱ自粛疲れっていうのもありますし <laughs> もうねだからもうね法律的にもむちゃくちゃやし感染症的に言ってもねデータ上の,あの効果もなっちうの分かってるにもかかわらず、はい、知事どもはね、うん、すぐ自粛時短ってこう言うわけですよ。 で知事が言うことでずっと広がってきてるっていう証拠を今回調べたんですけどねあのーまあ、最初の緊急事態宣言っていうのは一番最初のきっかけっていうのね人々みんなぼーっとしてたんですよまだああのー、まあ、京都やったら二条城の桜とか見てたりしてたんですよ去年の3月とかうん、うん、見てたりしてたんですけどなんか急にみんなね自粛しだして緊急事態宣言やって国民が流れてったのはね小池知事があの頃喜びさんでいつも記者会見やって、はい。 ロックダウンいたしますとかオーバーシュートで感染爆発でございますって言ってたわけです。もうカタカタナばっっかり言ってましたねそ,うそうおいでもう志村けんさんとかがねお,<ー>お亡くなりになったっていうのもあってでそれでやはりオーバーシュートが危惧されるので「おはようございます」みたいな「シャララーシャララ」って,って <laughs> 化粧だけでは隠しきれないのそう私は豊洲の女がね。<laughs> はい 言ってるわけですよ。でこれで世の中の空気ガラっとかったんですよ。<ー>志村けさん小池パフォーマンス。小池のパフォーマンスと志村健さんの。もうね、お亡くなりになった。これが、ね、一番最初。で、二回目っていうのはね。これあの。一月に緊急事態宣言をこう出していくんですけど。それやっぱりね、十二月頃から始まっててね。これ一番最初ね、これ覚えてますか、ね、鈴木北海道知事中。うんとしあつがおってね、はい、顔が。こいつがですね。 不要不急の外出自粛を要請しますって言い出したこの番んですよ。うん、こでこの時この知事が言った時重症者数何人か言ったら北海道で500万人いるんですよ18人ですよ数がねこれで医療崩壊だとか何とかって言ってね、うん、でこれでもう鈴木さんがこうええッコしようと思ってうん、うん、そしたらそれにじゃあ俺もちょっとやるなこう格好つかんないって吉村さんがこれ飲食店の時短要請 <laughs> 便乗してねこれで初めて時短要請が出てきたわけですよはい。 時短要請一部エリアでこの時重症者数98名大阪700万おるわけですよほれで、ね、その翌日小池さんこれね飲食店の時短要請これやってあ私もやれんだまずいわでこの時重症者数41名だからねどこのどこの発展途上国やねんと、うん、逆にこの数でその医療崩壊って言ってる日本やばいよこれドミニカか<て>こ,こことうんうん ドミニカ共和国かこれニカラグアか何かかこことニカラグアもうちょっと遠いのかもうトンガかと <laughs> もうどこか遠いからへん<ミ> <laughs> <laughs> もう、うん、ミクロアジアかと、うん、ミクロネシアかとでも,でもこれむちゃくちゃじゃないですか、はい、いやそこはもう18にしっかりちゃんとやってくれんと。うん でもこれがきっかけでもうだって最初にこの一番悪いのこれ鈴木なんですよ。こいつが言ったからこいつよりもより一層自粛さしとかんと俺責められるになるんですよ。<ー>で,でこのね知事の自粛競争に異を唱えたのは奈良県の新,新井知事だけあの人はもう出さなかったですから、ね、最後まで。で県民から非難されてもだからもう新井さんのようなちょっとなんか KY なんですよあの人。うん もう KY でで有名な人な人んですよ、えー、も運輸省の偉い役人でね人のこと全然聞かへん、ま、それぐらいの、ね、まえ、あ、方向にたまたま行っただけであの人は困ったこともあるんですけどね <laughs> もうそのそれちょっと KY 奈良井さん以外はねみんなもうねドミノ倒しが起こるわけですよほいでこれまた「マンボウ」ってあったでしょあ,ありましたで第3回目のやつは僕この時もこれ切れてたんですけど僕小池さんにも切れてるし次にも切れてるしこの3月の時にも切れたのはこれ 吉村さんがね3月31日に「万んの措置要請」っていうのを政府に出すんですよ。で自粛やってくれなあきません言って「もうこれまでこの時まで吉村さん意外とこうマシを回すんやって言ってたくせに、うん、なんか急じんでちょっと味噌ついてからなんか<ー>もうフラフラってしてなんかこうなってしもうて。 ってことでね、いつもこのでこっからきっかけで全部全国の人がっていうことで一番最初の一人目がもうこけたら全員ドミノなしで止めてもう全員こけたらもう政府もやらんともうしょうがなくなるんですよね。っていうことでねもう緊急事態宣言も最後にしてください。その思いを込めてもうそのままのタイトルですエリ,でエリック・ベネーで「The Last Time」うん。僕このエリック・ベネーね好きなんですよ。 で去年のね3月26か7か8かにねこっちのライブ行く予定だったんですよ東京のブルーノートで行く予定だったんですけどコロナでで行けなかったんですよ<ー> <laughs> もうそれからずっとエリックの口になってるんですようもうちょっといくつもりやったのにつ<え> <laughs> <う>辛いですよねうんでねこのエリックの曲の中でも、まあ、いくつか好きな曲があるんですけどかけたかな今までエリック・ベネってかけましたっけどう ちょっとね,っねまあまあかけてないかもしれません。んうん、あの初めてかもしれませんけど、まあ好きな曲の1個でね、The Last Time。これね、すっごい歌詞好きなんですよ。歌詞,どんな歌詞、うん、これね、要するにね、どんなんかっていうと、うん、The first time I fell in love was long ago。僕は君と恋に落ちたのはすごく昔のことなんだと。I didn't know how to give my love at all ど。どういうふうに僕のこの愛をあげたらいいのか分からなかったんだと。だから要するにね、多分ね、 10代とか20歳ぐらいの時にこう恋愛になってるんですけどその時なんか子供だったんで分かんなかったとそれがなんかいろいろあるんですよいろいろあってでようやくある時に「あほんまに僕はあなたのこと好きや」他の恋愛もしてはるんですよ、うん、この人はいはいいろいろあるんですけどなんかこうどっか星の下で歩いてる時に「あ君が本当に最後の人なんだ」「The Last Time、うん」 こう言うんですよ love. すごいシンプルな英語ですよね。私がこういうの,落のは落ちるのは最後ですよということなんですけどこれね、僕ね、文法的にすっごい気持ち悪かったんですよ。なんでかっていうと、はい、This is the last time これいいですわ。これは最後の機会だと。はい、I will fall in love。なんで will なんやここがだって this is the last time is だから最後ってことじゃないですか。うん uh, this will be the last time じゃなくて This is the last time ですがこれが最後ですと。うん、でも fall in love になったの僕過去のことじゃないですか。ああそっか。何で見るやねんと。This is the last time that I will fall in love え。えなんで見るなんと思って。なんか分かる気もするんですけど、うん、ずーっと考えてね、うん、ああそうかと。見るにはね 二つの意味があるんですよ。アイベルフォーリンラブってのは私は恋に落ちるだろうっていうのもあるし、アイベルフォーリンラブってのは私は恋に落ちると決意するっていう意味があるんですよ。ウィルっていうのは意志のウィルって言ってね文法上、アイベルフォーリンラブあなたと恋愛あなたに恋に落ちることを今決めた、I decided to fall in love っていうことなんですよ。と思ったら。 恋に落ちることを決めたのはこれが最後だと<ー>決めるのはとしっくりでねしかもね、うん、すっごい素敵なのが fall in love っていうのはこう重力に勝手に落ちていくじゃないですかううん、うん。そさながらその,その知事がなんか国民がなんか焦って自粛してくれとか言うてるから <laughs> あじゃあもうちょっと緊急事態宣言出さなあかんなって自然現象になるところがあるじゃないですかだから fall in love ってなんかそんな自然現象な感じなところがあるんだけどんうん、うん、でも。 その自然現象をディサイドしてるんですよ I decided to fall in love なんです落ちることを決意するす,、はい、すごくないですかこれすごいですね恋に落ちることをは、うん、勝手に落ちるんじゃないんですよやっぱりの落ちひんようにできるし自ら落ちることもできるんですよ嫌いな人はちょっと無理でしょうね <laughs> <laughs> そこは重力 9.8G 必,必要ですけどねそれはあるんだけど 決めれれるんですよそれだから、This is the last time I'll fall in love。僕が恋に落ちるのはもう恋に落ちると決したのは君だけだよ。もう、コンリン僕が誰とも恋に落ちるなんてことありえない。もう、なんて素敵な素敵ですね。今、知事どもに必要なのはこのウィルなんですよ。もう、二度と二度と緊急事態宣言は。<laughs> 出さないと決意してください国民住民のことが大事だと思うんだったらではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたがこの収録は10月29日の午前10時30分頃に行っておりますはいもうねおそらくまだ11月8日でもねあのー、コロナが急増っていうことではまあないと思いますうんで、なんでこうなったのかみんなわからんって言ってますけどねもうみんななんでわからんのか僕にはわからないのか,かいのがね風って流行ったら な流行らなくななくるじゃないですか、はい、収束するでしょ、うん、で、あのー、症状は風邪とはちょっと違うところは普通の風邪とは違うとしてもこれ風邪の一種っていうのはこれ厚労省のホームページにも書いてますから流行ったら流行らなくなるっていうことはまあありえるわけですよ。で何度データ見ても人流とか緊急事態宣言とかともう感染拡大はもう関係してないわけですから。うん でそれはもう何度も何度も繰り返し出てきてる話だしでしかも緊急事態宣言を出したところでねで人流も変わらないと、うん、ただただ飲食店の方が苦労していくだけだしあの先ほど言ったようないろんな会食がなくなってね社会の動きが政治の動きが経済の動きだけじゃなくてそういうものも全部止まっていってしまうわけだからもうね本当に二度とねこういう不条理なことをパフォーマンスだけでやるのはやめていただきたい。本当に 要はねだから、まあ、これ病でいうとゼロコロナという病でねちょっとでも流行ったらすぐ自粛させるっていう14年のためにっていうね、はい、そういうメンタリティはねほんと脱却してもらいたいしかもねもうワクチン打ってねものすごいみんな熱とか出してしんどい思いしてもう7割ぐらい打ってるわけでしょ、うん、これ昔の理屈だったら集団免疫っつってねもう全然街開いてええやんけっちゅう話に。 ななってるはずなんですよ、うん、で実際もうね G7 の中でもうワクチンこんだけ普及してるのに緊急事態だとかでやってたのは日本だけなんですよ。で冒頭でも言いましたけどもジョンソン首相はねもう全然緊急事態宣言とかロックダウンとかどんだけ新規感染者が増えてもやらなかったんだからだからとにかく知事の皆さん本当にお願いしますけど今ワクチンみんな売ってるんだから。はい もうあの感染者数が減るだけじゃなくて重症化率率ととかか死亡率とかも激減してるんですよだから医療崩壊のリスクがすごく下がってるわけですよ。しかも今ちゃんと知事の皆さんね皆さんの病床をちゃんと維持一定維持しばらく当面の間あと1年ぐらいはね維持しといてくれたらですねあの医療崩壊になるリスクってほとんどないわけですよこれからは。で僕はワクチン打つことがいいかどうかっていうのは議論もありましたけどこの状況になったらですよ もうせっかくワクチンを打つという決断を国民はしたことになってるわけだからそれにもかかわらず自分のたかだかしょうもないええかっこしいのパフォーマンスのためにね自粛要請だとかロックダウンだとかもう時短だとかもういうのを当にやめてもらいたい This is the last time にしてもらいたいもう本当に最後にしてもらいたい本当に心からお願いしますしこれを聞いてくださってるリスナーの皆さん YouTube とかねご覧になってる皆さん そういうふういふに知事だとか政治家とかにもどんどんね声を上げていただかないとまたあいつらふわーうろたえてもう第6波がちょっと流やってきたら先手先手の防御だなんつってね緊急事態宣言とか言いますからそれを本当にやめていきましょうこの王者日本はね本当世界で一番アホ民族だということを証明し続けることになってしまいますよ。日本人はももっとでであるべきですそのたためにも知事がうろたえてなならない しっかり感じしましょうで。国民もしっかり声をね、はい、上げていきましょう。そして、表現者。クライテールの最新号では、日本の強さとは何か？防護・拘束、道の思想。こちらの特集を行っております。書店、あるいはインターネットで、ぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは、一割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また、番組では、藤井編集長への質問やご意見、お待ちしております。 メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜も貴重なお話ありがとうございましたありがとうございましたそれではまた来週月曜午後9時半までさようならなぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が 政府の中枢にいるからでしたそのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします そして概要欄にはさらなるお得な情報があるのでそちらもぜひチェックしてみてくださいね。